ようやく、イギリスクイーンエリザベス級空母2番艦の浸水事故修理が、完了しました。今回は、クイーンエリザベス級空母に焦点を当てて、紹介していきます。プリンス・オブ・ウェールズ空母指導で、イギリス周辺の動きは万全ですね。クイーン・エリザベス空母は、南シナ海や東シナ海へと派遣され、より中国への圧力が増していきます。そういえば韓国にちょっと、立ち寄るみたいですが、行かない方がいいのでは。2012年の半ばまで修復に時間を要すると見込まれていた。クイーン・エリザベス級航空母艦2番艦のプリンス・オブ・ウェールズがどうやら2021年5月に復帰のめどがついた模様のようだ。プリンス・オブ・ウェールズは2020年10月に停泊中であった。イギリスのポーツマス海軍基地にて浸水事故に見舞われており、損害の詳細は不明だが、修理と対策が急がれていた。というのも1番艦、クイーン・エリザベスと、プリンス・オブ・ウェールズは、これまで合計で5度にもわたる浸水事故を引き起こしており、同艦の構造的な問題さえも指摘されている。2020年10月のプリンス・オブ・ウェールズの浸水事故の原因は、同艦内の配管が破裂して生じたもので、艦の中心部である機関室に、約3800リットル弱の海水が流入し、各種設備が浸水していた。場所だけにプリンス・オブ・ウェールズの復旧作業には、半年以上の日数が必要になると指摘されていたので、この5月の復帰は、一応は見通し通りの復帰だとも言えなくもない。このことから、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻ともに配管部分の大規模な改修工事が必要ではないかと言われているが、クイーン・エリザベスは、2021年の極東派遣が決定している。このため、それに間に合わせるスケジュールでの対策は、クイーン・エリザベスには間に合わないと目されており、プリンス・オブ・ウェールズの方が先に行われる可能性が高いようだ。さて、こうした浸水事故が深刻なクイーン・エリザベス級航空母艦だが、基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅39メートルの大きさを誇る通常動力型航空母艦だ。クイーン・エリザベス級航空母艦は、イギリス海軍の歴史上でも最大の排水量を持つ艦艇であり、航空要員を含めた乗務員数は約1600名と、世界でも最高レベルの省力化が実現された艦艇といえる。この艦隊に艦載機としては F-35 ライトニング 2B 型戦闘機36機と、哨戒ヘリコプター12機の最大で合計48機を搭載できるキャパシティを持ち、同戦闘機運用の数でも、現状世界最大規模の航空母艦である。ただし、F-35 ライトニング 2B 型の運用には、アメリカによる認証を得る必要があり、クイーン・エリザベスは、すでにこれを取得しているが、プリンス・オブ・ウェールズは、今後これが必須となる。そのため、プリンス・オブ・ウェールズの航空母艦としての戦力化には、未だ、しばらく時間がかかることが予期されており、この5月に機関部の復旧がなされても、
それが即機能するとは言えない状態にある。ただし、イギリス海軍の発表では、復帰がなされた。プリンス・オブ・ウェールズは、NATO での任務に従事する。予定だとされており、各種のヘリコプターのみを搭載しての、行動が想定されている。クイーン・エリザベス級航空母艦は、前述のように、最新の第5世代戦闘機で、唯一、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とし、艦首部は、スキージャンプ式の発艦装置を搭載している。これは、2007年に、クイーン・エリザベス級航空母艦の建造が発注された際に、選択された艦載機と、その運用手法ではあったが、実際の、運用までには、かなりの紆余曲折を経てきていることでも有名だ。まず、翌年の2008年には、それまで2014年での収益が予定されていたものが、2016年以降に後ろ倒しになることが発表され、さらに2010年には深刻な、イギリス海軍の予算不足問題から、一隻保有への削減案も出された。この時は、一部のイギリスのメディアが余分となる。プリンス・オブ・ウェールズをインドに売却する可能性があると。報じて話題を集めたが、結果、この事態は回避されて、二隻保有を貫いている。しかし、この時期には、同時並行でクイーン・エリザベス級航空母艦の使用が F-35 ライトニング 2B 型とスキージャンプ式から同期 C 型を電磁式カタパルトで運用する方式に改める案も浮上していた。これは F-35 ライトニング 2B 型に開発の遅れが生じることへの対応策だったようだが、結局、こちらも実行には移されず、クイーン・エリザベス、プリンス・オブ・ウェールズともに当初の計画案で完成した。こうした変遷は、F-35 ライトニング 2B 型だけでなく、同 C 型も開発が予定より遅延したことで引き起こされたものであり、仮に C 型がこの当時順調に開発されていれば、異なる動きになった可能性もある。2015年には、現状での使用が固まり、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻を、就役させ、どちらか、1隻は、常に稼働させられる状態に置くことが示されたが、その時点では、浸水事故の頻発までは予期されていなかっただろう。